村野史郎村野史郎10月7日から1975年3月2日は日本の詩人。長男は成功株式会社代表取締役社長を務めた村野孝一。東京府北多摩郡出身。実家は富裕な商家。12人兄弟の4男。時兄、二郎は北原白州門下の歌人。3兄、三郎は西城八0門下の詩人。 文学者には珍しく体育が得意で、富士第二中学校時代は体操と柔道で活躍した。中学卒業の年に、中央文学俳句欄で、小木原聖泉水に激賞されたことを機に、騒音に入会し、自由リー俳句の俳人として、文筆活動をスタートした。慶応義塾大学理財科入学後、試作に転じる。大学卒業後、 浜ヶ崎汽船に入社するがすぐに退職し、利権コンツェルンに勤務、子会社の役員などを歴任する、ドイツ近代史と新植物主義の影響を受け、事物を冷静に見つめて、干渉を表さない客観的な美を作り出した。詩集、罠でデビュー。体操詩集では、スポーツを題材にした詩に、ベルリン五輪の写真を組み合わせた斬新さと、新鮮な感覚が注目を浴び、 文芸反論詩集賞を受賞した。同詩集については自身は、ノーイエザ・フハリ引き換えと敵視点の美学への実験と言っている。1950年、理研電会工業を三鷹市に設立し、専務取締役に就任、後に社長。1960年には、防容機で第11回読売文学賞を受賞。室夫再生は、現代史の一頂点と評価した。 亡くなった3月2日は、防揚期と名付けられてている。晩年は、パーキンソン病に悩まされた。1975年3月2日、間室性肺炎を併発し、順天堂大学医学部附属順天堂委員で死去。戒名は、明徳院、文治正道子寺。墓所は、玉霊園。国語教材として取り上げられることの多い。しか、また、合唱曲への作詞としては、 小中学校の卒業式の定番曲として知られる、津立の歌が、一般的には有名である。役詞も行っており、中でも、ホフマン・フォン・ファラース・レーベン作詞のドイツ語曲ビエネを日本語詞にした、ブンブンブンがよく知られている。2003年、村の郎記念館が、府中市郷土の森博物館内、旧府中神城高等小学校校舎1階に、開館。植えた、苦ジ父 村の史郎、村の史郎、岩井博士、作家の臨終、母肘店324ページ。ありがとうございます。